なかなかいいフォルムになったんじゃねえかな。かっこよくで、結構ね、ずっしりしたさ、オメガウェポン的な感じのフォルミーの海底銃を作りたくて、隙間とかはね、まあ一応埋めて、あとは色塗るだけなんだけど、武器はね、あ、手ぶった切って、この辺からぶった切って、この手をつけて、そうだな、まあクリアパーツ生かしたいから、でもここ色塗りたいんだよね、赤くね。でもクリアパーツをそのまま生かしてもいいかなとは思うのだが、でもどうしようかな。クリアパーツのままでいいかなとも思うんだけど、ちょっと色も塗りたいなと思ってて、まあ、切ってぶった切って、こういう、二刀流にしようと思っててさ、これだったらまあこのままつけてもいいんだけど、やっぱ握ってるやつをぶった切ってつけた方が握ってる感出ていいんじゃないかなと。あ、ちなみに深海王はね、完成したんでね。これ深海王。これもこれで完成ということでね、恐竜の力を自在に操る深海王。顔面はね、海底キングに昔戦った時に剥がされて、それを取り戻そうと今でもね、ちょっと戦い続けているって。で、通称レッドフェイスと呼ばれている海底王、深海王。なかなかかっこいい。こいつが一番偉い。軍の中で一番偉い海底王ということで。で、次がね、こっちのね、こいつも一応ね、まあこれで完成にしようかなとは思っているのだが、台座今作ってて、台座できたら、まあこういう風にね、一応、つけようかなと。この相棒のリヴァイアさん。これ、リヴァイアさんの尻尾ということで、相棒のリヴァイアさんに乗ってザバーってこうね、出てきてる感じにしようかなっていう。まあこれはこれでまあいいかな。でもうちょっと色細かくね、塗り分けもしたいなと思ってるんだけど、まあとりあえず今日は、こっちのね、オメガウェポン的なボディのやつをね、改造して完成させるということで、まずどうしようかな。持たせるか、武器。武器やっぱ塗りたいから、一から塗りたいから、持たせてから、サーフェイサーで、そうだな、クリアパーツ生かしてもいいかなとも思ったんだけど、まあ、とりあえずこれでいこうかな。で、角度的にはここ切って、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 ここ切ってつけてる。で、その間をレジンで埋めて、色塗ればいい感じになる。今透明な部分見えてるけど、色塗ればいい感じになるから、まあ、角度のね、つけ方ね、ちょっと待って。今、ちょっとやると、まあ、最初に、まあ、なんでもいいんだけど、まあ、腕上げるポーズにする。腕上げるポーズにしたいのであれば、全部ね、俺最初全部切ってたんだけどさ、気づいて全部切らなくても、こう切るでしょ、ここ。つなげといて切って、まあ、これでもね、全然、切っちゃうと難しいから、こう切って、あと関節も、ちょっとだけ切って、で、こういうふうにねじったりとかしてね、こういうふうに。やって、これ、シュワーって、こう、気功砲を貯めているみたいな、ね、気功砲を貯め、エネルギーを貯めているようなポーズができたりとか、まあ、こんな感じ。あとは埋めていくだけ。レジンで埋めて固めるだけ、かなりポーズも変わってくるんで、全部切らなくてもね、いいってことに気がついたんだよね、最近。ではでは、早速、体の部分はね、もう埋めるところはないと思うんだよね。まあ、デコボコしてたところは全部埋めたから、色塗ったらいい感じになると思うんだよね。あと埋めるとこあるから、まあ、この辺もちょっと埋めようか。この、割と、ここに触手ぶち込もうと思ったんだけどさ、それいい感じの触手がなくてね、ただ、切っただけになっちゃったから、ここも埋めようかな。ここもちょっとレジンで埋めて、あとは、ぶった切って武器を持たせて完成かな、一応。あとつけるものあるか。羽とか、まあ、いいか。これはまあ飛べないっていうか。まあ、これはこれでいいよね。羽はいらんか。これでいこう。とりあえず、こんなもんでいいかな。角とかね、一応角つける予定じゃなかったんだけど、角つけたらかっこいいかなと思って、角つけたらすっげえか。とりあえず武器つけて終わろうと思ったんだけど、あと、一応さ、海底の生物、海底人だからさ、ヒレもね、つけたんだよね。ヒレもつけて、いくつかつけて、あとは、あとね、羽もね、でも羽はさ、クリアパーツだからさ、これ活かしたいなと思って、これはサーフェイサー吹いて、色塗ってから最後につけようかなと思って、こんな感じで。これ虫の羽なんだけど、この虫の羽をつけて完成にしようかなということ。まあ、地上では飛べるし、やっぱ飛べた方がかっこいいからな。羽はいらないかなと思ったんだけど、飛べた方がかっこいいし、なんか羽あった方がかっこいいから、やっぱ羽はつけたいなということで。で、水中で羽で泳ぐと。バーってもう、水陸、両用ということで。まあ、こんな感じで、サーフェイサーをかけたので、あとは完璧に乾いてから色を塗るのだが、これちょっと待って。いや、めっちゃかっこいいのできたわ、これ。どうし、こいつ深海王にしようかな。一応ね、やつがめっちゃ時間かかるな、海底軍団作るの。もっとポンポン出来上がっていくと思ったんだけどさ、まだ3体目だからさ、これ。3体目。まだまだ、いや、10体は作りたいなと思った。まあ、モブはさ、まあ、このままでもいいかなと思ってはいるのだが、これモブ。モブもちょっとポーズはつけたいよね、モブ。
このモブ連中も一応ね、ちょっと海底人の秘密兵器みたいな、こういうこれもちょっと改造しようかなと思ってるんでね。これあの昔子供の頃にゲットしたモブ連中はこんな感じで、まあ棒立ちでもいいかな。とりあえず色だけ塗るか。ポーズは後で変えられるから、色塗った後でも。とりあえず3体できたから、あとはモブということで、色どうするかな。角はね、赤くしたいなと思ってたんだけど、どうしようかな。ボディはや、ボディ、ブラックボディにしようかな。で、恐竜の部分はちょっとリバイアさん的なブルーイッシュな、ブルーな、ブルーっぽい色で、ブルーと白混ぜた色っぽい、ちょっとメタリッキーにもしたいなと思ってるんだけど、あとは最後にあのさっきの羽をつけて完成。あとさ、戦車に乗せてもいいかなと思って、この戦車。こんな感じで戦車と一体化させてもかっこいい。まあ、この場合は足切って戦車にくっつけるみたいな感じに。まあ、胴体まで切った方がいいかな。いや、どうしようかな。でも足、いや、このまま乗せてもかっこいいんだけど、戦車に乗せてもすごくいいなと思って。まあ、これも色塗ってね、まあ、統一感を出そうかなと。こう乗せるのであればね、専用の移動。あの移動の戦車みたいな感じで。でさ、こいつなんだけど、俺こいつね、あのこれで完成にしようと思ったんだけどさ、尻尾、あのワニの尻尾つけたらかっこいいんじゃないかなと思って、ここにさ、ワニの尻尾こんな風に最後につけようかなと思ってるんで、これ良くない？結構ワニの尻尾これ似合うんじゃないかな、こいつに。ワニの尻尾つけてで完成と。あとあの台座作って台座セッティングすればこいつは完成ということで。尻尾いらんかな。でも尻尾つけた方が迫力出るような気がするんだよな。とりあえずあの3体目ができたから、あと一応ね、あの深海王、こいつと深海王とこっちのやつとこっち、いやでもこっち深海王にしようかな。こっちなんか思いのほかめちゃくちゃかっこよく できたんだよね。もうちょっと乾かないかな。あ、ちょっと垂れてきたな。やべ、垂れて、まあいいか。戦車もどうせ色塗り直そうと思ってるから OK って。いや、こいつかっこよくない？なんか一番かっこよくできた気がするんだよね。迫力が半端ねえな。いや、どうしよう。深海王、あの、もしかしたら変えるかもしんねえ。深海王。一応、こいつは深海王っていう感じで作ったんだけど、変えるかもな。ということで、今回は、もしかしたらこいつが深海王になるかもしれないっていうね、あの、新しいメンツを作ったということで、フエラムネのね、あの、海底人の改造動画でした。いや、なかなかね、いいのできたんじゃないかなと思うんだよな。あと、もう2、3体作ったら、地底人行こうかな、一回。地底キング作りたいんだよね、地底キング。地底キングも早くね、こいつの顔を剥いで、レッドフェイスにした地底キングを作りたいんだけど、あのフエラーネのさ、海底人がこんなに自分で改造することによってさ、こんなにかっこよくなるなんてね。これ、まだ色塗ってないからちょっとあの物足りないけど、色塗ったら超かっこよくなるから、きっと、色をね、あの、でもなー、考えてんだよね、黒いボディと赤いボディ。それがブルースキンにしようかな。海底人だし、こっちブルースキンでもいいよね。で、角が赤で、いや、ちょっと色つけるの楽しみだな。ヒレつけて正解だったわ。ヒレがなかなかいい味出てる、ヒレ。ヒレ良くない？めっちゃ。このヒレすげえ気に入った。あと、戦車もね、この、こいつの色が決まったら、色に合わせて色を塗ろうかなと思ってるんでね。とりあえず、あとは、あの、乾くの、まだ乾いてないから、完全に乾いてから、色を塗って、こいつは完成ということで、まだ近いね、次の改造動画でお会いしましょう。こいつもなかなか、あと、名前決めてないから、それぞれ名前決めていこうかな。海底人軍団の。まあ、できてからでいいか、名前は。名前はできてから。かっこいい名前考えよう。いや、こいつもなかなかうまくできたんだよね。超か、あの、一応ね、怪力をモデルにしたんだよね。ここに、あの、怪力。怪力みたいに腕をね、この、こんな感じでセッティングしてみたんだよね。怪力をモデルにして作ったっていう。並べてみるとこんな感じなんだけど、やっぱモブは別にさ、改造しなくていいか。幹部連中だけ改造して、王と幹部連中だけ改造して、セッティングすればか、いやなんかこいつ深海王にしたくなってきたな。めちゃくちゃかっけえ、戦車に乗って移動するっていう、いいね。戦車、戦車恐竜みたいな、めちゃくちゃかっけえ、迫力がね。ダンチな、これ色塗ったらやばいことになりそうだな。深海王一応こいつの、レッドフェイスなはずなんだけど、こういった、めちゃくちゃかっけえわ。戦車も色塗ろう。戦車黒くしたいな。あ、でも海底だから青くするのもいいかもしれないけど、モブはこのままのポーズで色塗ろうかな、とりあえず。武器持たせてね、なんかいろいろ。めっちゃかっこいいわ、海底。でももうちょっと欲しいな、兵隊。まあ、これから増えらんね、また買うから、多分もっと増えると思うけど、こんな感じで海底軍が、あと幹部、やっぱ3、4体欲しいな。幹部は3、4体欲しいから、幹部もちょっといろんなデザインの作っていこうかなということで、
まあ、こんな感じで海底群ができてきましたと。あと地底群だな。この、こいつの顔を剥がした、レッドフェイスにした、張本人の、めっちゃごつく作りたいんだよね。あとね、ちょっと仮にギャオス置くかな。なんかこんな感じでさ、この海底群とか地底群が刺激する猛獣とかも作りたいね。怪獣みたいなのも。改造して、いろいろ作りたいな。ちょっと仮にギャオス置くけど、な、リバヤさん的なやつ作りたいな。海底人たちのさ、海底群のモンスターは。いや、めっちゃかっこよくできたな、こいつ、ほんとに。え、これめっちゃ気に入った。超かっけえ、こいつ。一番かっこよくできたかも。これ、一番強そうだし。